so much. Celebrate this win with our fans, incredible fans, and the next goals for us is. Just finally, a word on your teammate Mitoma. Played a key part in the build-up to your goal. Had a brilliant game. Scored his first goal in English football as well. Just how talented is he? Exactly. Look, he gets overpowered by Mitoma, who is not a big guy. You know, he gets absolutely bullied. 皆さんこんにちは。いつも多くのライクありがとうございます。そして今回も500ライクでアーセナル対ブライトンのプレビュー動画をアップロードします。その動画にはウルブズ対ブライトンの、三笘選手が現地ブライトンサポーターに評価される動画を訳してアップロードします。ですので本当に多くのライクをお願いいたします。そして、今回の動画のアップロード時間が、遅くなってしまい本当に申し訳ないです。パソコンの不具合によりこういう遅い時間帯にアップロードすることになりました、本当に申し訳ないです。では早速ですが、ウルブズ対ブライトンのスコア予想を当てた方の名前を発表していきたいと思います。今回のスコア予想を当てたのはこの3名の方です。古澤ガルシア、俺のメガネどこ行った、 KK さんの3名でした。おめでとうございます。なんと今回は、4ゴール以上だったので、スコア予想ランキングで2ポイントとしてカウントさせていただきました。今のスコア予想ランキングはこちらになります。まだミュープラさんが1位となっているんですけど、ミュープラさんは5ポイント、その下に、太郎さんと新喜郎さんが4ポイントで、なんと今回スコア予想を当てた俺のメガネどこ行ったさんも、3ポイントとなっています。では早速ですが、こちらがウルブズ対、ブライトンのパート1の動画になります。 Roberto, congratulations. It's been a good 8 days on the back of the success over Chelsea last week. Yes, for this is more important. It's important because it was aA very difficult game, a very animated game. We want to celebrate this win with our fans, incredible fans. And the next goals for us is to win more games in a row. Just finally, a word on your teammate Mitoma. Played a key part in the build-up to your goal.Had a brilliant game, scored his first goal in English football as well. Just how talented is he? Yeah, really good. The pace he got is exceptional. 1v1, he's really good. He's a really good player, and I think he can have a big impact. Yes! Yeah! Come on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 ! Oh, my days!He gets overpowered by Mitoma, who is not a big guy. You know, he gets absolutely bullied in the air, falls underneath him, gets overpowered, and it's an easy header. And then we get onto the red card. I mean, it's absolutely criminal. I think it's so, so poor. He rugby tackled him to the floor. Yep. It is a stonewall red card. There's absolutely no complaints about that. And you don't think the defenders, the centre-backs could have got back into the 100% red card? The only thing that possibly in Wolves' favour is the angle at which Mitoma's run onto it, whether you argue that it's going to be too narrow for him to have a clear goal-scoring opportunity. But for me, that's a clear red card. He just drags it. Well, he doesn't even drag him. He tackles him to the floor.では今回の動画はこちらになりましたが、今からデータについて話したいと思います。まずはこの試合では三笘選手はスタートから試合に出て、左ウィングとして、起用されました。こちらが、全体その他のメンバーとかの評価も、書いてあります。で最も
評価が高かったのが、ラルラナ選手で、8.4 となっています。でこちらは個人的なデータになるんですけど、三笘選手は89分出場し、レーティングが 8.1 でした。評価は 8.1。 そして下にあるのがヒートマップで、ほとんど、まあ、もちろん左サイドでプレーしたので、左サイド側での高い位置でボールタッチが多かったです。でさっとデータを見ていきたいと思いますが、1ゴールを決めて、シュートが1本、ターゲット内のシュートが1本、そのゴール決めたやつなんですけど、あとはまあそのキーパス2本と、パス成功に関しては41-36で 88% の成功率で、センタリング数も1-1で 100% の成功率でした。ドリブル数も3-2で、66%、 タッチ数が59本で、非ファール2、ファール1、ボールロストが1で、あとはディフェンスの面でも、タックル1が 3-2 で 66.7% の成功率、地上戦の勝率が 9-7 で 77%、でなんとあと空中戦の勝率も 3-2 で 66% の成功率でした。ブライトンの、今後の日程表になるんですけれども、まずは木曜日4時45分、まあ、日本の時間帯でいう4時45分に、日本人対決、まあ、そのアーセナルの冨安選手との日本人対決を控えています。でその後、ブライトンはアストンビラと、試合ホームでアストンビラを迎えます。でその後、ワールドカップが始まりますので、12月の27日までは試合ないです。再開、リーグが再開するのが、12月の27日サウサンプトン戦で、また、1月の1日には、アーセナルとの試合を控えています。でこちらが今プレミアリーグの順位表になるんですけど、まあ、ほとんど上位のチームはまだ試合1試合少ないんですけど、ブライトンに比べたら今のところはマンチェスターシティが、勝ち点32、アーセナルが1試合少ないんですけど勝ち点31、トッテンハムは、勝ち点26、ニューキャッスル24で、マンチェスターユナイテッドは23、ブライトンは21位で、今6位になっています。数時間後には、アーセナル対、チェルシーの試合もありますので、チェルシーが勝てば、チェルシーが6位になって、まあ、6位または、4位まで上がる可能性があるので、ただしチェルシーが、まあ、負けた場合は、ブライトンは6位をキープすることができます。では今回の動画はここまでになりますが、500ライクでまたこちらの動画のパート2を、アップロードしますのでよろしくお願いいたします。本当に何度も何度もライクをお願いしているんですけど、ライクによってより多くの方たちに、この動画が見られることになりますし、ライクが、動画を作るのに励みになっているので、これからも、よろしくお願いいたします。いつも通り、チャンネル登録と、あとは毎日のように新しい動画を投稿していますので、新しい動画を見逃さないように通知をオンにしていただければと思います。